フライングソーサーアタックは、イギリスの音楽グループ。フィードバックノイズやインバストリアル、アンビエント的な要素を含んだ実験的なサウンドと、気だるくやくようなボーカルを特徴とする。また、自宅にて、家庭用のステレオ機器を用いて、レコーディングを行っていることも特徴である。1992年に、 イングランドのブリストルにて、デビッド・ピアンスとレイチェル・ブルックの二人によって結成される。初期に限定で、いくつかの7インチシングルをリリースした後、1993年に最初のアルバムである、フライング・ソーサー・アタックを自身のレーベルである FSA レコードよりリリースする。このレコードはすぐに売り切れとなり、1994年に、 アメリカの VHF レコーズより CD とレコードが再発売されている。1994年にドミノレコーズと契約し、初期シングルと未発表曲を収録した、編集版、ディスタンスをリリースする。同年、ドラッグシティとアメリカでのレコード契約を交わす。翌1995年、セカンドアルバムとなる、ファーザーと、 シングルを集めた編集版であるコーラスをリリースする。同年にブルックが自身の所属するムービートーンでの活動に集中するために脱退しピアースのソロプロジェクトとなる。1997年にはサードアルバムニューランズをリリース。2000年にフォースアルバムミラーを FSA レコーズおよびドラッグシティよりリリースするが、 それ以降、フライングソーサーアタックとしては、活動停止状態となる。ピアースは、その後、シンガーソングライターのジェシカ・バイリフと共に、クリアー、ホーラザンとして2003年にセルフタイトルのアルバムを、クランキーレコーズよりリリースしている。2015年、15年ぶりとなる、フィフスアルバム、インストゥルメンタルズ2015をドミノ及び、ドラッグシティよりリリース。ありがとうございます。